どうもこんにちは。ワークトゥリブの運営者のリチャード・コンと申します。ちょっと今回はですね、まあ、一般的にですね、一般的に MO と言われている方々を、奴隷にすることのそのメリットとデメリットですね。こちらについてはちょっとお話ししたいと思います。具体的に言うと、M の男性っていらっしゃるじゃないですか。その、マゾな性的思考を持ってる男性の方々ですね。で、こちらをその、まあ、その S な思考というか、その、まあ、サディスティックな思考を持つ女性の方々が、まあ、奴隷として、その、まあ、獲得してですね、まあ、保有飼育することで、その、まあ、S 女性の方々が、その、得られるメリット、まあ、利点、あとはその、S女性の方々に、その、付加される、欠点ですとかデメリットですね。まあ、ちょっとこちらに関するお話ですね。はい。で、今回のその動画なんですけど、ちょっと今からお話しする要望をお持ちのその S 女性の方々が対象になるんですね。今回の動画は。で、どんな要望かと言いますと、M の男性を奴隷、もしくはおもちゃにしたい。で、もしくはそうですね、自分の思い通りに操れるような、その、MO 奴隷が欲しいとかですね。あとは、M 男性を、まあ、MO をいじめて、苦しめて、恥ずかしめて、日々のストレスを発散させたい。まあ、こういった要望をお持ちの方が対象になりますね。はい。で、まあ、もし、まあ、これ、まあ、皆さんが、これ、ご視聴の皆さんが、その、まあ、サディスティックな思考を持っている女性でなければ、まあ、ちょっと動画撮りちゃってください。で、もし、その、なんか、MO奴隷に興味ある方ですとか、あとは、その、まあ、自分はその、まあ、サディスティックな思考を持っている女性だという方々であれば、ちょっとこのまま、こちらの動画をご視聴ください。で、注意点なんですけど、今回 の動画に関して発生した、どんな問題に対しても、この動画の作成者、つまり私と、この動画を公開しているそのプラットフォーム側は一切の責任を負いません。で、このことをですね、ご了承の上、こちらの動画は、ご視聴ください。はい。まあ、早速本題に入っちゃいます。MO 奴隷を持つメリット、デメリットですね。はい、メリットのお話です。で、メリットとしては、まあ、2つですね。実用的な用途と、おもちゃとしての用途です。まあ、実用的な用途っていうのは、その、S 女性の道具ですね。あとは、その、従順な下僕として M 男性を、まあ、MO 奴隷として利用可能です。で、一般的な用途っていうのはですね、まあ、今からお話しする通りですね。例えば、買い物ですとか雑用。まあ、買い物の場合は、自分の代わりに奴隷に物を買ってきてもらう。で、もしその奴隷がお金を持っていれば、その奴隷に払わせる。で、もし奴隷がお金を持っていなければ、すいません、S 女性の方がお金をその奴隷君に渡してください。で、あと、その雑用ですね。で、面倒な作業ですとか、困難な仕事を MO 奴隷にやらせるのも、効果的ですね。その力仕事とかを命じるのが特におすすめです。で、次に、おもちゃとしての用途ですね。まあ、S 女性の気晴らしですとか、ストレス解消のために M 奴隷を積極的に活用してください。で、主な方法っていうのが、まあ、奴隷をいじめるですとか、傷つけるですとか、まあ、侮辱する、恥ずかしめる、というものですね。はい。M 男性はですね、S 女性から虐待されることに快感を感じる生き物なんですね。なので、まあ、遠慮なく痛めすぎちゃっていいと思います。で、奴隷のいじめ方に関してはですね、まあ、ちょっとまあ、ちょっと私、いろいろコンテンツ出してますので、そうですね、今回の動画の動画直下の説明欄ですね、概要欄のところに今回の動画のノート版っていうんですかね、そちらのリンクを貼っておきますので、そのノートの方にアクセスしていただいて、その先にいろいろちょっとコンテンツを掲載させていただいてますので、そちらをご覧いただければ幸いです。はい、今回の動画もそのノートの記事を動画にしたものなので、はい、ノート、動画直下の概要欄をご参照ください。はい。デメリットですね。さっきメリットのお話をしました。で、次はデメリットのお話をさせていただきます。で、デメリットは管理か処分ですね。まず管理なんですけど、まあ、MO奴隷ですね。M 男性を奴隷として飼い始めたら、まあ、管理しなきゃいけないじゃないですか。で、まあ、その管理が面倒ですよっていう話です。で、まず、もちろんその誰を奴隷にしたかを把握して、その奴隷を自分の元につなぎ止める方法を考えなければいけません。で、もしその、S 女性ご自身の自宅ですとかガレージで、MO の方をその飼育している場合は、その定期的に食事を与えること、まあ、餌やりですね。あとはその体の洗浄が必要になります。であと処分ですね。その MO奴隷で、その M 男性で遊ぶことに飽きた場合は、その奴隷を処分することが必要になります。で、単に自分に近寄らないように仕向けるのが一番望ましいんですが、まあ、あまりにもその S 女性のその、MO の方の依存度が高い場合は、まあ、ちょっとすいません、
よろしくないんですけど、脅迫などの手段で M 男性に圧倒的な恐怖を味わわせることが必要になります。まあ、例えばその、まあ、殺害ですとか自殺に追い込むことを示唆ですとか明言することっていう、まあ、そういった方法があります。はい。で、M 奴隷を処分する際にね、ですね、まあ、ちょっとおすすめのコンテンツというのも先ほどお話しした概要欄の先のノートに掲載しています。で、最後にですね、まあ、こちら最後になんですけど、まあ、どちらかというと注意点に近いですね。その M 男性の奴隷で、まあ、MO 奴隷で遊ぶ際なんですけど、基本的な道徳心を念頭に置いて法律に抵触しないように気をつけましょう。基本的なその道徳心とかその法律って普通に社会生活を送る上で重要というか当たり前に守るべきなものなので、こちらはその当然当たり前に守ってください。で、またですね、奴隷にされた M 男性とその所有者であるその S 女性の皆様の双方が楽しめるようにすると、身の良い関係が長続きします。で、大切なのはですね、S 女性と M 男性がお互いに楽しめる関係を築き上げることですね。なんかそのどっちかが一方がいい思いして、どっちか一方が嫌な思いするっていうのは、それは後々関係を築く上でよろしくないと思いますので、こちらお互いにそのウィンウィンに関係を築くっていうんですかね。まあそういったところ、あとお互いに支え合うといったところですね。そういったところを念頭に置いていただければより良い関係が築けると思います。はい。というわけですので、皆さん、はい、思いっきり SM ライフを楽しんでください。その SM とか好きな方は。はい。今回のお話は以上になります。で、チャンネル登録は、お気が向いた時にお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございます。失礼いたします。